こんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はセザンヌの春の新作コスメをフル上げしたので、こちらをレビューしていきたいと思います。それではスタート。はい、ということで今回は2月22日と3月22日にセザンヌから新しく出る春の新作コスメが2月の5日からイトーヨーカドー系列の店舗で先行発売しているっていう情報をゲットしたので、イトーヨーカドーに行って購入してきました。で、結構前から私はもうセザンヌの春の新作コスメはチェックしていて、もう絶対ね買おうと思っていたし、秋コスメの時にも自分の中でねヒットするコスメが結構多かったし、今回もねすごく可愛いものがたくさん出ていたので全てゲットしてきました。で、まず一つ目がこちら、2月の22日に発売されるセザンヌシングルカラーアイシャドウの全4色を購入してきました。400円プラス税で購入することができます。01番の明るいベージュ、02番のくすみピンク、03番だけマット系なんですが赤のマットのカラー、そしてラメ好きにはたまらないこちらの04番の透け感ラメです。もうね、これは発売する前からこんなね、プラコスメでこんなね、あのなんかまるでアディクションみたいな可愛いパッケージのアイシャドウが出るのはもうワクワクすぎてずっと待っていた商品です。で、こちらと3月22日にもリップとチークが出るんですが、こちらは3月22日発売セザンヌミックスカラーチーク05番のレッド系、680円で購入することができます。そしてこちらも3月22日発売セザンヌラスティングリップカラー N の2色です。406番レッド系、こちらもね407番のレッド系です。こちらはお値段1本480円です。はい、こんな感じで全部で 1,2,3,4,5,6 全部で7点購入してきたんですけども、まあ早速なんですが、もう手にスウォッチして色味をね出していこうと思います。はい、まずはこちらのアイシャドウから色味を出していこうと思います。触るとこんな感じです。結構粉飛びしないかもしれない。はい、4色カラーを出してみました。こちら側から 1,2,3,4 番です。はい、かわいい、もうやばい、かわいい、かわいい。このね4色指にちょっと取って塗ってみたんですけど、めちゃくちゃ発色するし、思ってた以上にしっとりして密着してくれます。え、やばい、かわいいで、特にこのマット系のカラーがどぎつくなるかなと思いきや、意外とこういう、なんだろう、春にも使えるようなコーラルっぽいオレンジが混ざったカラーで、意外と使えそうだなと思った印象です。そしてこちらの4番のラメラメもめっちゃ可愛いです。で、1番はね、まあ肌なじみのいい感じなんですけど、綺麗なシマー感がある感じで、こちらはラメがあるって感じですね。めっちゃ可愛い。このカラーは少しシマーがかったあの赤いカラーなんですけど、まあ、春にももちろん使えるし、秋とかにもね使えるし、今の冬の季節にも使えるし、すごく春にも使えるようなカラーじゃないかなと思います。カラーはこんな感じでした。続いてこちらのリップを塗っていきます。蓋がすごく可愛くてびっくりしました。406番は少し赤めのビビットなカラーで、こっちの407番はブラウンがかかったようなカラーです。カラーをちょっと手に出してみたんですけど、こちらが406番、こちらが407番で塗ってみました。一度塗り、三度塗り、一度塗り、三度塗りで塗っているんですけど、かなり高発色です。ツヤとかじゃなくてマットめな感じのリップです。すごい。で、色も結構残るということなので、ウェットティッシュで一度拭いてみます。うわわわわ、結構残るかも。結構今かなり強めにこすってますが、色はすごく残る感じがしています。こちらのミックスカラーチーク、少し指でくるくるっと取って腕にのせていきます。とこういったカラーになりそうです。
ということでカラーをねお見せしたんですけども、私的に気に入ったのはこちらの04番のこのラメラメのカラーと、03番のマットが意外にも可愛いコーラル系のカラーで、赤っぽすぎない感じなのが春に使えそうだなと思いました。またこれは使ってメイクしていこうと思います。ちょっと今日はカラーだけをお見せする感じになっちゃったんですけど、またこちらは使って絶対にメイク動画撮ろうと思っています。であとはリップ、リップはちょっと口をね軽く落として皆さんにカラーをお見せしたいと思います。色味はあるんですけど、結構これは高発色なので塗ってみます。この406番から塗っていきます。これはねかなりマットめなカラーで、あ、すごいすごい、はい、406番塗ってみました。やばい、めっちゃ発色いいけどかなりマットめなので、ラスティンググロスリップこのシリーズのやつは使ったことがあるんですけど、その塗り心地の気分で塗ると全然違います。これはねすごい濃い感じがします。濃いし、すっごいマットです。すごい密着する。ちょっとウェットティッシュで取ってみてもかなり色残りしてくれそう。オフできたのでこちらの407番を塗っていきます。はい、407番はこんなカラーです。セザンヌのラスティンググロスリップはすごくツヤツヤ系で好きなんですけど、このリップ初めて使ったけど結構好き嫌いが分かれるかもしれないです。塗っても固めなので唇をねグッと引っ張る感じがあって、でもねパッケージがめちゃめちゃ可愛いですよね。パッケージはすごい可愛いのにちょっと残念ですが、はい、カラーとかは参考にしていただけたらなと思います。はい、ちょっと唇を落としてきていつものリップに戻しちゃいました。なんか違和感がありすぎて、このパラドゥのスキンケアルージュを今は塗っています。で最後に今日のメイクの上に重ね付けになってしまうんですが、セザンヌのミックスカラーチークのこの新色を塗っていきます。さっき混ぜて色味見てみたんですけど、意外となんかビビットに出るかなと思いきやコーラルっぽいカラーでした。こちらをくるくるっとブラシに取って頬にのせていきます。今日ほんのりねチークは入れているんですけど、その上から重ねていきます。かわいい、春っぽい、なんかふんわりコーラルっぽいカラーになる気がします。色味が伝わるように少し濃いめには入れているんですが、こういったカラーです。すごく春に使えそうな、なんかチューリップみたいなかわいいカラーです。前戸なんですけど、この付属のブラシはちょっと使いにくいので、私は持っているこのブラシでのせてみました。この今日つけているパラドゥのリップとも相性がいい気がしています。はい、ということで今回は2月22日と3月22日に発売されるセザンヌの春の新作コスメをレビューさせていただきました。今日はアイシャドウは少しね目にのせている様子はお見せできなかったので、今回紹介したものを使ってまたメイク動画も作っていこうと思います。ちょっとねリップは苦手な方がいるかもしれないんですけど、アイシャドウが予想以上にね粉飛びしなくてしっとりしていたので、かなりお気に入りに入りそうだなっていう感じがしています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではバイバーイ。